こんにちは、クニネムです。前回の動画で、この車、シボレーアストロの、以前の整備メンテナンスということを、写真でお伝えしました。ちょっと音声がすごく悪くて申し訳ございません。きちんと外部マイク使ったんですけどね、編集ソフトが悪いみたいで、外部マイクを認識しなかった。しないんですよね。ちょっと今後機材を少しずつ良くしていきたいかなと思います。お聞き苦しいことですいませんでした。あとちょっと動画やら長くなってしまいまして、それを申し訳ございません。急いで早口でお伝えしたつもりやったんですけども、1時間ちょっと超えるようなことになってしまいまして、2つ3つに分けたらいいんですけど、もうそのまま投稿しました。で、その中でも少し言いましたけれども、今日はスペアタイヤを点検するということをお伝えしたいと思います。定期的にスペアタイヤ見ておかないと、いざ使うという時に使えなかったら、せっかく積んでいるのに使えない、すごくもったいないということになりますので、私は定期的にスペアタイヤ見てます。1年に1回ぐらいですね、見てます。本当はもっと半年に1回ぐらい、空気圧だけでも見た方がいいらしいんですけど、そこまではしてません。1年に1回、スペアタイヤ、脱着ですね、ちゃんと機能しているかどうかと、で、あと、空気圧ですね、空気を入れていくということをしたいと思います。それでは、もう今日は長くならないように短くまとめたいと思いますので、どうぞお付き合いをください。はい、それではライトセットできましたんで、実際スペアタイヤ見ていきたいと思います。ついてる場所はですね、この車の底をですね、これですね、もう車の底後ろから見たらすぐありますんで、見つからないということはないと思います。で、このスペアタイヤ、よいしょ、どうやってついてるかというと、これです。わかりますかね。タイヤホイール真ん中に、こう下から受けるような金具がついてまして、この金具の真ん中にワイヤーが下向きにあります。で、このワイヤーを上から引っ張りまして、これだけで止まってます。この重たい大きなタイヤとホイールがこれだけで、このワイヤーだけで支えられてるんですね。一箇所だけです。で、こういう結構恐ろしい付き方がしてます。ですから、劣化して錆びてどこか不具合出ると、もうこのタイヤいつ落ちてもおかしくないかなと思いますね。結構私はここも取り付け部やり直して、自分なりに強度を持たせてやってます。元の付け方があまり怖いんでね。で、ここに黒い棒がありますね。この棒はこのまま突き抜けまして、後ろのバンパーのところまで行くんですけども、この棒の中からですね、操作するものを突っ込みまして、このワイヤーを緩めていくんですね。するとこのタイヤホイールがだんだんこう降りてくると。そういう操作の仕方になります。実際それやっていくんですけども、ついでなんでちょっと紹介したいところがですね、このリアバンパーを支えているステーが1、奥に2個目と、ここ2個あります。で、これ左後ろですけども、右後ろも同じように2個あります。で、両方真っ赤っかに錆びてましたんで、もう取り外して、錆を落として塗装してます、これは。で、久しぶりに状況を見ますと、ステー自体は、錆びてないです。でも、このナットボルトがですね、若干錆が、また始まってるかなと。こ
この辺ですね。この辺ですね。ですから、これは、これ洗っただけで、サビを止めるような処理はしてないんです。ですから、これ塗装をしようかなと思います。また今後の予定に入れておきます。で、同じように、これですね。この三角の鉄板。こっちもこれですね。ここサビ浮いてきてますね。このぐらいのサビでしたら全然外すこともできますし、まだまだ大丈夫なんで、今のうちにやっといたらいいことかなと思います。で、あとは若干、こんな感じで、状態いいと思います。ね。で、この板羽はもうどっちにしてもやり直さんとダメですね。リーフスプリング。で、デフもこれやり直さんとダメです。まあ、これも今後の予定に入れておきます。ということでね、中古車を買うと、もう結局全部やらなあかんということになります。こういうことしない人は絶対に新車を買いましょう。それでは、このスペアタイヤを下ろすということをやっていきます。スペアタイヤを下ろすのに専用工具というか、車載工具を使いますんで、車載工具を出します。ここはですね、ちょっとライトを出しますね。よし、えいひこれについてるのがアメ車らしいですよね。GM の車大体これついてます。これは、ジャッキですね。今回ジャッキは使いません。まあ、なぜこんな片手でやってるのかと言いますと、この音声をですね、アフレコで入れると、声の音がすごい悪いんですよね。ですから、動画で録音していくと。まあ、早くいいカメラといいマイクが欲しいなという。あと、編集のソフトも悪いんですね、あれ。これが車載工具です。ここの中に一本ずつ入ってまして、これとこれを使いますね。それではやっていきたいと思いますけども、この穴です。この穴にさっきの車載工具一本入れまして、で、もう一本をレンチとしてかけてぐるぐる回していくと。
はい、空気入れました。取り外したスペアタイヤ、簡単に掃除をしまして、タイヤには薄くシリコンを塗っておきました。まじない程度ですけども、タイヤの表面ちょっと劣化してきてます。なんか表面の薄皮のようなものがちょっと浮いてきてるようなところもありまして、また、まあ、スペアですから、まあいいかなと思うんですけども、まあちょっと状況を知っておかないといけないかなと思います。で、空気圧がですね、さっき見せた通り、60PSI と、まあ、キロパスカルで言うと414キロパスカルということで、普通のタイヤに比べてやっぱり圧が高いです。で、私は今400入れました。で、ちょっと少し遡りまして、外したすぐの圧を測りますと、もう本当に少なかったですね。1年前に400入れたのが、今日取り外したらもう100ぐらいだったと思いますね。ちょっと巻き戻して見ていただいたらいいかと思いますけども、まあ1年で3分の1から4分の1ぐらいに空気が減るということで、まあ、当然どっか漏れてるということでしょうけどもね。タイヤというものは空気減っていくもんであると思っておいた方がいいと思います。そしたらこのタイヤをまた車に取り付けていきたいと思います。はい、それではスペアタイヤの点検終了をします。このスペアタイヤ最近乗ってない車すごい多いんですよね。パンク修理剤が乗っていると、
まあコンパクトで軽くてね、まあそうすることでメーカーも車が売りやすいのかもしれないですけども、あれは私あんまり好きではないんですね。パンク処理剤入れてしまうとタイヤ取るの大変ですし、もう中もむちゃくちゃなってしまいます。ですから私パンクしてもパンク処理剤は使わなかったですね。スペアタイヤ車に積んでおくのが最強だと思います。で地域によってこれいろいろありまして、何かと言いますと、パンクしやすい地帯っていうかですね、地域があるんですよね。私関西に住んでるんですけども、何度かパンクしましたけど、いつもパンクするのは東大阪市という場所です。で、知り合いに聞きましても、パンクしたどこでと聞きますと、大体あ東大阪って言うんですよね。まあこれ偏見かもしれないです。ちょっと東大阪の方に申し訳ないですけども、まあ結果的にですね、まあ東大阪でパンクする人がたまたま私の周り、私も含めて多かったと。まあ皆さんの地域にもそういう場所あるかと思います。もうパンクしますとね、スペアタイヤのありがたさ本当感じますしね。あとパンク修理剤あっても何の役にも立たないなと。スペアタイヤ乗ってますとタイヤの側面を破れた時でも、まあ、復活できますんでね、トレッド面じゃなくてもね、ですからスペアタイヤ本当に大事なもんだなと、まあ年を取りにつれて思います。若い時全然思いませんでしたね。もう何やったら軽量化のために取ってたぐらいです。ですけれども今はスペアタイヤ本当に大事かなと思います。あと空気圧に関してですけれども、タイヤの側面に書いてあったのが 60PSI と、サービスマニュアルにも同じこと書いてました。 60PSI と、まあ、キロパスカルで言いますと414ということなんですけども、結構高い、空気圧ですよね。テンパタイヤってこういう高い空気圧を入れるんですね。で、私前空気入れたのがだいたい1年ぐらい前です。で、1年後の今日、測りますと100ぐらいまで落ちてましたんで、やっぱりタイヤっていうのは使わなかったら置いとくと空気がどんどん抜けていくもんだなと。まあ、当然それは漏れているからだと思うんですけれども、まあ、これは漏れていると言ってもしょうがない範囲かなと思います。四輪のタイヤでも、まあ、もう月単位で空気圧変化します。それは温度、季節にもよりますけれども、やっぱりタイヤの空気圧っていうのは頻繁に、まあ、車を乗る人がチェックしないといけないものかなというふうに思います。今回は、シボレアストロの、スペアタイヤについて、の動画でした。最後まで見ていただいた方ありがとうございます。であとコメントやサムズアップいただいた方ありがとうございます。またこういう動画上げていきますんでよろしくお願いいたします。